王宮の一覧は、王の居城、拠点である宮殿、城をまとめたものである。ヨーロッパにおける王宮とは、国王と王室が住居を置く公式な宮殿、城塞である。君主制を敷く国家の主に国王の居城、拠点であり居住する宮殿、城、城間のことであり、王宮と呼ばれる宮殿、城間は国王など、君主の公的な住居。場合によっては、 城と同格のこともある。国内すべての宮殿の中で最も重要であるとされる宮殿であることが多く、君主の指定、城、別荘、狩猟用の理宮などは王宮とは呼ばれないことが一般的である。しかし、万国の王宮には実際には国王や王族は居住していないし、それと同じくスペイン王の王宮であるマドリード王宮には実際には 国王や王族は、住んでおらず、王室は郊外にある、サルスエラ宮殿に暮らす。君主の戴冠式、上級王族の葬儀、国王誕生日駅券の儀等重要式典の際は、王宮で行われる。また、皇帝や太閤、公焼など、王とは異なる君主の称号を持つ場合であっても、一般的には、王宮と呼ばれる。ハプスブルク家の王宮、ホーフブルク宮殿、 かつては君主が君臨していた国家であっても、今は君主が存在しないこともある。その場合、旧王宮は歴史博物館や国家の館長に転用されたりしているものも多い。例えば、ウィーンの旧市街中心部にあるホーフブルク宮殿はその恒例である。2021年現在はオーストリア国立図書館、スペイン乗馬学校、 オーストリア大統領の官邸、オーストリア国立博物館があり、博物館の中には、宝物や芸術作品のコレクションが収められ、中には、君主のレガリアも展示されている。古代では、王権の寺位の手段として、広大なものが作られ、権力者の大規模で豪華な館としての面とともに、しばしば城塞としての性格を持つ。中世では、 他の諸行と同じような防衛機能を優先した城塞に住んだが、時代が下るにつれて、防衛機能は最優先事項ではなくなり、王権の象徴としての豪奢な装飾が施されるようになる。また、中世末期からルネサンスにかけて、新たな権力者が出現する様になると、王宮建築は一層規模や装飾を拡大し、その国家と国王の絶対的な権力を代表する。 象徴的建造物となった一方、かつての王宮建築が持っていた城西的、宗教的な性格は、希薄になってゆく。バロックの絶対王政の時代になると、さらに豪華な趣を加え、防衛機能は皆無となった。バロック時代を代表するフランス国王の王宮のベルサイユ宮殿は、ヨーロッパ各国の王宮建築の模範的な存在となった。 ベルサイユ宮殿本館をモデルとして建造されたものには、スウェーデン王国の王宮、ドロットニングホルム宮殿や、オーストリア帝国の王宮、シェーンブルン宮殿などが挙げられる。この宮殿の建築の傾向は18世紀末まで続き、君主制の衰退とともにその幕を閉じる。ヨーロッパにおける最も代表的な王宮は、イギリスのバッキンガム宮殿、ハンプトンコート、 フランスのベルサイユ宮殿やルーブル宮殿、フォンテーヌブロー宮殿、オーストリアのシェーンブルン宮殿、イタリアのナポリオ宮、スペインのマドリード王宮などがある。ヨーロッパのように王族が王権神授説によって宗教的に保護され、王族同士が血縁を結び安定して、血族の王位継承を行ってきたわけではないアジアは、軍有拡挙による動乱の歴史である。日本やインド、 中国の各時代各地域の指導者が自らを王と名乗り、独自兵力を引き、自らの領地に拠点を置き、主流であった指導者を拝して、自らが主流となる下国城が行われた。そのため、王宮に該当する建物は数多く存在する。この項目においては、主流となった勢力の建物だけを扱う。インドネシアでは王宮オクラトンと呼ぶ。 天皇が一時的な外出を行う行楽や、聖変時には、暗宮に住むこともあった。ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、ハンガリー、アイルランド、カゼルタ、宮殿、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ルーマニア、ロシア、セルビア、スペイン、スウェーデン、スロバキア、ウクライナ、イギリス。ありがとうございます。